タイガース戦に先発し、5回1失点のエンゼルス、大谷イコールデトロイ。と、共同エンゼルスの大谷は30日、デトロイトでのタイガース戦に先発し、5回83球を投げて3安打、1失点、5三振3四球。で、5勝目はならなかった。試合は4回終了時と6回表途中と2度の豪雨による中断を経て6回表まで1から1、当初は27日のヤンキース戦に先発して田中と投げ合う予定だったが、首脳陣が体への負担を配慮して日程を変更した。共同